ガクトは楽屋でパンツ一枚とズラをかぶって仁王立ちしていた。まだねパン1ならわかるよ、うん、ズラがおかしいでしょ。これは本当なんだけど、聞いてほしい、はあ、これね僕のねお返しなの。お返し、お返し、お返し。これね昔台湾でムーンチャイルドって映画を撮影した時に、うんうん、そのドアを開けるとね、寝ぼけたハイドは必ず靴下とパンツ1枚で出てくるっていうことを彼やるわけ。このハイドさんがそれをね狙ってやってくれるから、はい、お返しとして狙わなきゃってやっぱ思うでしょ。でスタッフが「ハイドさん朝着きました」って言ったらすぐ脱いでズラはめて「おはよう」って。それどういうズラなのロンゲの